はいどうもこんにちは。今回は3次元曲座標というものを扱っていこうと思います。まあ高校生の時にも平面での曲座標、2次元曲座標ならもうすでに習ってたね。でその3次元拡張バージョンが今回扱う3次元曲座標ってやつになります。まず最初に確認したいのが、3次元空間中の一点を指定する時ってこういう直交座標形だったら3つの変数で指定したね。 XYZ っていう、今回扱う3次元曲座標っていうのはこいつの代わりにR と θ と φ って3つの変数で指定するんだね。でそれぞれ名前確認しておくと、 R ってのは動径または動径の長さって言われるもので、 θ ってのは点頂角って言われるもの。点頂って言っても3番テーブルモスバーガーとか言ってる点頂じゃないからね。で φ ってのは偏角って言われるもの、または方位角って言われるもの。まず最初に確認してほしいのは、こう思うと分かりやすいから、直交座標形の XYZ っていうのはみんな同じ性格をしてるんだけど、3次元曲座標の R、θ、φ っていうのは R は距離で、θ と φ っていうのは角度なんだ。だから3次元曲座標の R、θ、φ って3つの変数は R っていう距離っていうものと θ、φ って角度っていうものの2つの性格に大きく分かれるって考えた方が今後理解しやすいかなと思います。じゃあ早速図にして説明していきましょう。じゃあ3次元空間書くね。こういう XYZ っていう3次元空間があると。でその空間中の1点適当に取ってこようか。 P っていう点取ってきます。でこいつは直交座標形では XYZ って点だって思ってほしい。でまず最初に点 P を上から見ようか。 Z 軸正の方向から見てあげて、点 P の XY 平面の斜影って言われるものを考えます。だから垂線を下ろす、こういうふうに。で今直交座標形では XYZ って言ったんだから、これはここが X でここが Y だよね。いいですかね。でこの点っていう XY 平面に斜した時の点が原点から見た時にここにあるよね。こういうふうに今線で結んだ、これが X 軸からどんだけ傾いてるかっていうのが実は Φ なのね。さっき書いたものの中の一つ変革の Φ ね。でもう一個は R っていうのはすごく簡単で、原点から点 P までの距離のことを R っていうね。だからこれが R ね。で今じゃあ Z はどこかなっていうと、 Z はこれと同じ向きで進むはずだからこんな感じかな。この場所が Z だよね。 XYZ っていう点だったら。で θ っていうのはどこかっていうと、 θ はこの点 P のある場所が Z 軸からどんだけ傾いてるかっていうのが θ なのね。だから絵で言うとここが θ、 Z 軸正の Z 軸正の方向からの傾きが θ ね。だから3次元曲座標の指定の仕方っていうのはこうやって指定するんだわ。まず原点からの距離 R を指定する。そしたらまだ無数に球状にあるよね、点が。でその次に θ、 Z 軸正方向からの角度傾きで指定する。そうするとまだこうやって円状に、空間上のこの上に浮いてる円が無数にあるよね、許される点は。だからもう一個 φ を指定して一定に決める。これが3次元曲座標での、空間上の一定の指定の仕方ね。じゃあ次にこの直交座標の XYZ と Rθφ の関係について調べていきましょう。じゃあまず最初に X 調べようか。この X が Rθφ を用いてどうやって、表せるか考えたいんだけども、まず最初にこの三角形考えましょう。この青い三角形、こいつって直角三角形だね。どこが直角かっていうと、ここから垂線を下ろしたんだからここが直角なはずだね。で今この長さを知ると実は X の、値を知りやすくなるんだけども、この長さとこの長さ同じだね、もちろん。だからここの長さ調べようか。この長さ何になるかっていうと、今ここが R でここが θ なんだから Rsinθ だよね。ここの長さってのは Rsinθ だから、もちろんここも Rsinθ ね。そうするともう X 分かるよね。この直角三角形もう一個あるね、ここに赤色で書こうか。赤色で書いてここは直角だね。ここから垂線を下ろした時の飛ばしがここだから、でこの直角三角形を見てあげると分かるんじゃないかな。 X が Rsinθ コサインファイがここの長さだね。
ここの長さっていうのが R サインシータコサインファイ、斜辺が R サインシータの直角三角形だからね。だからここに答えを書くと X イコール R サインシータコサインファイね。で Y も同じように考えるんだけども、この Y の長さっていうのはここと同じだね。こことここは同じだよね。だからここを調べればいいんだけども、さっきと同じように R サインシータサインファイがこの長さだね。だから Y っていうのは R サインシータサインファイ。Z は一番簡単で Z イコール。Z はこの直角三角形に注目すると R コサインシータだよね。ここは R コサインシータ。だから Z はR コサインシータと表せるということになります。これが直角座標形と極座標形での間の関係ね。でそれぞれ定義域最後に見ていきましょう。 R ってのは原点からの距離なんだから、まあ、0を含めておくと R が0以上と。で Z 軸正の方向からの傾きシータってのは、これよく混乱する人がいるんだけども、どこからどこまででしょう。これはこんな風に0から π まででもう十分だね。それ以上やっちゃうと、いや反対側から行った方が早いでしょうってなってしまうので、0から真下の π まででいいよね。だからこいつは0から π までと。じゃあ最後に π 考えましょう。 π は普通のまあ極座標での変革と同じなんだから、0から 2π でぐるって一周できるね。0から 2π と。で0と 2π の場所って、ま全く一緒だから1つだけにしておくと、こうやってはい書けるかな。でまたは、まあ、よく知ってると思うんだけども、この範囲っていうのは別にこう書き換えてもいいね。マイナス π から π ってやっても同じように指定できるよね。だからこれが直角座標形と極座標形の間の関係になります。どうだったでしょうか。今回の授業はこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。